このねシャッターがね肝なんだよな多分。は？はいどうもこんにちは、さかなです。今回ですけどもアウトラストトライアルズの、製品版で追加されたこのフッターマンのマップをね、ソロで A プラス目指してやっていこうと思います。3人でね生配信で挑戦したことがあったんですけど、そこの方だとねなんかちょっとあのゴリ押しでやった部分があったんで、まあ、ちゃんとした方法で、ソロかつソロプレイで A プラス目指してやっていけたらなという感じですかね。というわけでスタートしました。ここちょっとねやることがねたくさんあって大変なんだけど、果たして A プラスいけるか。まずは入り口付近でちょっとアイテム探していきますか。今ガラス踏んじゃったかな。もうこのねなんか落ちているガラスを踏んだりだとかそういうのでもね減点されちゃうんでね大変ですよね。で、帰りね、あの、おのおじとか、おばさんが来て、ここ襲われるんで、ちょっと綺麗にしておきたい。邪魔そうな人をどかしておく。瓶いいな。瓶どっかに置いておきたい。ね、玄関のね、鍵が閉まってるんで、まず鍵をね、開けるところからなんだけど、ここがね、帰りのドアになるのかな？なんで、ここに、アイテムを置いておきたいんだけど、瓶を置いといて、あ、レンガ2つ、あ、3つもんじゃん。いいね。もうちょっと予備で置いといて、あの人来ちゃったよ。どうしよう。もう1個置いとくか。レンガ3つと、瓶1つ。こっち向くなよ。怖いな。これ開けちゃうかな。リグチャージがあったら嬉しいな。あー、バッテリーか。バレた。間に合うかなこれ。ここが地下の入り口で大丈夫そう。入りますか。でここでこのマップのギミックのなんかチュートリアルというかそういったコーナー、ここにあるベルトコンベヤーを使って、マップの外側に置いてある箱を、なんだろう、金属探知機を抜けた場所に運ぶ必要があるというやつで、箱がね外側に2個あるはずだから、でここが地上へのもう一つの道。さっき入ってきたシャッターと今ピンを刺した後ろの段差かな、乗り越えていく段差があって、そこがもう一つの出口になってて、多分帰りはあの段差を使うことになるのかな。厄介な人いるなあ。あ、ボックス2個あるね。こことここに2個あるんで、このバッテリー使っちゃってじゃあまずはこのボックス2つをベルトコンベヤーの前に運ぼう。入れるボックス自体はね3つなんだけど、1個はねあらかじめこの目的の場所に置いてあるんで、なんで、あ、これ入れられるか。ほんでもう1個を取りに行く。大丈夫かな？問題ないか。瓶ももらっといて、中のねベルトコンベヤーを起動すると1人ね増援がやってくるんで、それをどう処理していくか、処理というかやり過ごすか。
あ、回復もあるね。瓶もある。もう一個置ける。あ、置けるんだ。いいね。じゃあこれで、このバッテリー使っちゃって、レンガ持っとこう。やっぱレンガの方がね、多分、敵に当てた時に硬直できる時間が多分長いのかな。そんな気がするんで。で、ここにあらかじめ置いてあるゴミがあるんで、これを圧縮機に入れて、で、ベルトコンベアが動き出すと。で、タイミングよくね、拾わないと流れてっちゃうんで、ここでゴミが止まってくれるってことがないから、それが大変なんだよね。こう、拾って、あ、流れちゃった。そんでもって敵が来た。リグどっかに置いとくか、ここに置いとこ。リグ置いといて、あ、外でもよかったかな。さ、流れてくるのを待って、そっか、ポスター探してなかった、忘れてた。これで3つ目のゴミを入れて、来るか。 OKOK、 中の人が潰れて鍵が取れるっていうね。イカれてるよな。あ、バレてないか。ポスターないよね。危な。今ので反応されちゃうんだ。お、もう来た。危ねえ。じゃあこれでここの鍵がね、開けられるということで開けていく。さあ、メインとなるおもちゃ工場に入れたんだけど、まずはちょっとこの辺探索して、ポスター探していきたいが、ないかな。多分ね、この辺、ああ、間違えてバッテリー使っちゃった。あんまり探索する意味はないのかもしんないけど、一応開けとこう。多分ね、帰りに、敵がね、二人いるんで、それを巻くときにここを利用した方がいいのかな。これ壊しとくか。これ開けよう。バッテリー。たまにあの、箱の中に罠があるから、注意しないといけないですよね。うわ、何のエリアだ。あ、リグチャージ。もらっとこう。で、瓶は置いといて、ここがトイレかな。ここも一応、開けときますか。開けといて、あ、ポスター一個あった。よし。反対側が打ち付けられてるから、ここも開けとこう。さあ、この行動が後でどう効いてくるか。いきますか。ここで、おもちゃの製造ラインに入っていく。で、ここにフッターマンがいるんで、製造ラインを起動して、行くわけだけど、一応ここにリグ1個置いといて、地雷か。
で、このボタンを押して製造スタート。で、製造ラインが A、B、C っていう関所があって、で、それぞれに鍵と、指定された鍵を挿入することによってここに番号が表示されるんで、その番号に合った箱を持ってくる必要があるっていうね、そういう面倒なミッション。なんで、ここでね、そろそろね、おばさんが召喚されるんで、まずは、コントロールルームに行って鍵を取りに行く。で、B と C にもコントロールルームがあって、で、B と C に関しては、そのコントロールルームに行くことによって、それぞれのこの案内板に、鍵がどこにあるかって書いてある場所があるんですよね。なんで、まあ、シャワールームだったらシャワールーム、なんとかかんとかだったらなんとかなんとかに行くっていう、まあ、そういう作業が、いるんで、ちょっとマップをね、覚えないといけないのかな。鍵を取ったんで、鍵を挿して、まだ湧いてないか。これでここに番号が出る。A の何々。来た。A の986。で、またね、2階に戻るんですけど、このストレージエリアだっけな。そこに箱がね、たくさん置いてあって、A の986だよね。大丈夫？いっぱいね、こう箱があって、いろんな番号のやつがあって、不正解の箱はね、持つと爆発しちゃうんで、なんでしっかりね、番号を記憶して確かめながら、正しい箱を持っていく必要があるんだけど、ここをね、3人でやった時はね、なんかもう眠くて、もうゴリ押しで、一回全部の箱を拾い上げて、爆発しないやつが正解だっていうね、まさかのもうスーパー脳筋プレイをかましたんで、今回はね、ちょっと、正しい箱をね、持っていきたい。986。でね、ダメージを食らっちゃうとね、その評価が下がって A プラスが取れなくなるんで、正しい箱だけを持っていきたいよねっていうところなんだけど、ここでまた登場するのがこのベルトコンベアで、ここね、この金属探知機、箱を持って通ることができないんで、ベルトコンベアを使って箱を移動させる必要があるっていうね。超めんどい。大変。で、ここだけじゃなくて、B エリア行くのにも、ここにも、この金属探知機があるんで、あれを超えるために、一回箱をこう流して反対側で取るみたいな。そういう作業が必要になるんですよね。で、これで A の箱を入れると、ソロだと箱1個でいいのかな？マルチだったら箱2個とかになって、必要な数が増える。もう1個入れたら新しい番号が表示されてみたいな。そんな感じになるんで、大変っすね。じゃあここで B に行くんだけど、また B は B で鍵が必要になるんで、ちょっと一旦ここにリグを置いといて、これで B のコントロールルームに一回行って、鍵の場所をね、知らないといけないから、 B のコントロールルーム、ちょっと場所がうろ覚えすぎてあれなんだけど、とりあえずポスターを取って、うわ、湧いた。1階かな。やべ、おばちゃん湧いた。あ、さっきここ開いてなかったよね。あ、ここも開いてるわ。関所を越えると新しい扉が開くんだね。ちょっとゆっくり開けようか。でね、このね、赤い扉がね、多分英語で書いてあるんだけど、開けるとアラームが鳴るんで、罠っていうね。あ、コントロールルーム B。書いてある。けど、これもね、開けるとね、アラームウィルサウンドイフドアイズオープンド。なんで、音が鳴っちゃうと。なんかあれをオフる方法があるのかな？
え、なんかいた。やり過ごしたい。あ、ポスター、ラッキー。ちょっとショートカットのために開けちゃったけど、とりあえずあの赤いドアをやり過ごして反対側に行きます。ます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 、ピン投げるか奥に。やり過ごしていく。果たしてここは繋がってるのか。赤い扉の反対側に、あ、行けたっぽい。よかった。さあ罠解除していって、で、あ、もう一個赤いドアがあって、あっちが C なんだ。で、ここはさっき通れなかったところで、ここがコントロールーム B なんだけど、ここに鍵のありかが、あ、インファマーリーにあると。ここじゃん、ラッキー。なんて読むんだろう。で、指定された場所に鍵があるはず。あ、来た、ラッキー。で、これでこの鍵をまた下に降りて差し込むことによって、また新しいね、ボックスの番号が表示されて、さっきやった A の時と同じく正しい番号の箱を持っていくという感じ。ここ行き止まりかな。で、ここがね、降りられるんだけど、ちょっと怖いな。おばさんが下にいたら詰むから、来た道を通って帰ろう。アイテム1個空きがあるな。これ持っとくか。アドレナリン。アドレナリン。アド、いや、瓶かな。瓶にしよう。瓶で、ここ通って、ここがテストラボか。テストラボ、アーカイブ。ちょっと部屋の場所をなんとなく覚えながら。やべ。追加が来ました。怖いなぁ。このアラーム切れたらなぁ、だいぶいいんだけど。なるべくチェイス状態にならないように立ち回りたいなぁ。結構ね、普通の地雷とかもたくさん置いてあるから、それを、その場所を知らんままね、ダッシュするわけにはいかないんで。いい感じだ。あ、左におばちゃんいる。確か地雷がここにあるよね。あれ、地雷なくなってる。2回踏んだんかな。もう1個置いとくか。置いといて、鍵を挿して449で、またあのストレージエリアに戻る。大丈夫か。右におばちゃんいるはず。最悪リグチャージもあるけど。449ね、449。番号忘れないで。449、449。B の449。どっかで見たような。あった。さて、これでまたこのベルトコンベアに流すんだけど、下にもね、また関所があるんで、今回は最初に受け取ったここじゃなくて、このさらに反対側、ここで受け取りたい。ここ、
あ、びっくりした。マネキン。いや、この時間がもどかしい。来た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 。いいぞ。これで、受け取れますと。でね、これを、ぶっこんで、なんかいるな。あ、これフッターマンの声か。よし、これで、次はコントロールルーム C を目指すんだけど、この真上にあるから、あれか。一回奥行っちゃおう。元気だな、フッターマン。これで、あれ壊しとくか。多分、さっきのね、コントロールルーム C につながる赤いドアを迂回するルートでも行けるよね。お好みで行ったら、うわ、最悪だ。リグ置いて、あ、奥行ったか。ラッキー。おかしい。いる？うわ、最悪。これ踏ませるか。これやり過ごせるかな、ここで。あれ？どっか行った。ん？どこ行った？まあ、とりあえず場所だけ把握しよう。ブレイクルーム。ブレイクルームってどこだ？探そう。コンフィデンシャル。いや、多分赤いドアがあるエリアだね、結局。むむむむ。地雷はまだ健在。あ、こっちいる？あ、ここだ。さっき通れなかった赤いドア。ここ何？メンテナンス？ブレイクルームを探す。1階、2階とね、部屋があるから、そこだよな。あ、これ、インファーマリー。ブレイクルームどこ？テストラボ。アーカイブ。うわ、いるな。デザイン。ちょっとここ入っちゃおうかな。怖っ。下の階か？ここもアーカイブ。一部屋か。コールセンター。怖い。怖いなー。テストラボ。さあ、あ、鍵のマーカー出た。施錠して、あ、レンガでか、ありがてえ。ここはブレイクルームか。2階の B の前あたりにあるんだね。これで、あ、このバッテリー使うか。よし、オープン。で、あ、ここあれか、A の上のところか。なるほど。
ゃあこれで C の鍵を。ちょっとめちゃくちゃ耳すましてる今。やべ、いる。左斜め後ろだ。オッケー、やってきた。これで、あ、番号、鍵刺さなくても出るんだ。ちょっと間違ってましたね。 C336。 あ、そうなんだ。じゃあ番号確認してついでに箱も流せばよかった。やべ、最悪だ。地雷って階段か。レンガを使うか。336 C の336。 336は場所覚えてないな。どこだろう。336、あった。すぐ見つかってよかった。うん、最悪か。どっち来る？場所がわかんねえ。とりあえずこれをベルトコンベアに乗せさえすればルートは増えるんだけど。やべ、最悪すぎんか。瓶使うか。入れちゃうか。よし、やば。あ、さっき入れた箱移動させないといけないのにおばちゃんがいるわ。行ったかな。ドアを開けた音がしたから左に行ったな。これで B の時に使った受け取り口から C につながるラインにね、箱を動かさないといけないんだけど、最悪だ。いや、来てる。最悪すぎる。ドキドキする。ここまで来てミスりたくない。さっきの B の受け取りで使ったところ、ここで拾い上げて、で C のラインつながる。最悪だ。最悪だ。これで C の受け取り口まで行くんだけど、これがね、こっち側の一番奥に受け取りがあるから、ここ。最悪だ。どうして先回りしてるんだ。わけがわからん。やばすぎ。いけるかな。このね、シャッターがね、肝なんだよな、多分。
は？なんで？やばすぎ。降りるしかねえかこれ。間に合わんな。やべ、音穴当たっちゃったよ。最悪だ。この地雷も壊しとくか。いやらしいな場所が。くっそ、 A プラスいけるかなこれ。成功法ではあるけど今のところ。どこ行った？これでまだいたら笑うな。この辺に置いとくか。え、来た。マジ？あそこなんだよ。こっち向くなよ。なんでこっち向くの？お前は階段側に行くはずだったろ。なんなんだよマジで。こっち来たし。今のうちか。ダッシュしよう。よし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 。このリグの2階被爆が。待って、今このタイミングだ。オッケー、来たー。じゃあこれで飛び降りて C に行くか。なんで、あ、ダメだ、ここも金属探知機ある。最悪すぎ。踏んでもらうか。さようなら。これで多分あのシャッターだよな。そう、他ルートが分かんないからあのシャッター使おう。ゴリ押し。ここに置いてシャッター上げて、で反対側から拾うと。よし、オッケー、これでフッターマンが進んでくれる。箱を開けてリグチャージもらっとくか。バッテリー使っとこう。これで今からこれをねちょっと長押しするから、ここに地雷置いといて、お願いします。大丈夫か。いいぞ。これでこの奥に行くんだけど、こっからね、あのパイプをたどっていくやつ、あれがあるんだよな。
ここを通って、こっからなんだよな。これだ。このパイプをたどって。上だよね。ちょっと待って。頭バグった。これだ。これだ。これをたどっていく。当たらないように。こう来て、まっすぐ行く。なんかいる。え？バレてるこれ。大丈夫か？これだよな？え？なんだよ、一個垂れてた。やばい、来た。これバレてんの？あ、大丈夫だ。危ねえ。で、これ多分音が鳴っちゃうから、ここに、この辺かな？地雷置いといて。あ、ドキドキする。めっちゃ怖い。帰ってくる。帰ってきてるね。よし。これを、あれを踏んでくれるけど、ここにドアがあるのか。帰るね。やり過ごそう。よし。ドア開けて、はぁ？どっち来る？向こう行ったか。やば、これ踏ませるか。え、帰った。何それ。リグチャージ使うか。リグチャを使って地雷をここに置いて、よし行こう。あ、意外と来ない。え、ポンプが向こうになってる。え、嘘。え、また？これあれか、時間があんのかな、ポンプに。知らなかった。やばい、来るぞ。急げ。怖っ。ここでおばちゃん来るんだな。踏む、あれ。最悪。最悪すぎるだろう。おばちゃん帰ってもいいよ。帰ってはないか。これでいけるでしょう。
た来た来た来た。これで、帰りだ。で、おばちゃんがあっち行くんだよな。これがやばいんだよな。レンガ持って、ここで地雷置いて、間に合うか。来た。オノマーン、ポチッとな。いて。おい、立て立て立て。来た。一発殴られたけど、ランクはどうだ。頼む、オノババアセットはまずいって。やった、 A プラス。いや、途中道に迷って10分ぐらい無駄にしちゃったけど、なんとかいけた。よかった。これ高難易度楽しいだろうな。罠がね、音響罠14回。これでもいいんだ。やった。ということでね、今回はね、ソロでフッターマンの A プラスを、目指してみるという動画でした。ご視聴ありがとうございました。また会おう。